はい、皆様こんにちは、こんばんは、ルミティです。今日はですね、元気に動画を撮っていきたいなと思います。ご心配おかけして本当に申し訳ございません。今日はほんの1時間ぐらいなんですが、少しショッピングに出かけてきました。はい、久しぶりにサンリオショップに行ってキティちゃんを見て癒されてきましたね。はい、お昼にですね、そうめんを食べたんですけど、おばあちゃんからそうめんが送られてきてですね、ただそれは実家に送られてきて、父からこれは私の分だからってことでおすそ分け、まあ、してもらったような感じなんですけど、いただいたものがありまして、で、まあ、そうめんはこうタッパにですね入っててですね、今日お昼開けてみたらおばあちゃんから手紙が入ってたんですね。で、私昨日おばあちゃんと電話したんですけど、そのまだそうめんを開けてなかったので手紙が入ってることも知らなかったので、そのお礼とかも言い忘れてしまったんですが、今日すごくお昼にその手紙を読んでですね、私頑張らないとなって思ったんです。頑張ってないわけじゃないんですけど、まあ母のこといろいろあって、で父もやっぱりちょっと元気がなくて、で私も体力的にすごく辛くて、まあちょっといろいろ落ち込むことがあったんですけど、おばあちゃんはもう88にもなって、遠くからお母さんのことを心配してて、ね、自分の娘ですからね、で私たちを頼りにね、してくれてるわけで、こんなところでねくじけておばあちゃんに心配かけちゃダメだなって思ってですね、ちょっと頑張んなくちゃってお昼そうめんを食べながら思いました。はい、なのでまあもともと頑張ってお出かけするつもりではあったんですけどね、今日はちょっと頑張って動こうと思って、はい、で買ってきたので元気に動画も撮っていこうかなと思ってます。はい、よろしくお願いします。でですね、今日はマルイというまあデパートではないの種類には入らないんですけど、まあ、そういう感じの大きなショッピングのところに行ってきました。でマルコとマルオの7日間っていう 10% オフのセールが始まったんですけど、そちらがね、マルイにサンリオショップも入ってまして、まあその 10% オフを使いながら少し買い物をしてきました。はい、ただ以前ねこちらのチャンネルを登録してくださっている方から 20% オフの券をもらっているので、それはちょっと今月中に銀座のサンリオに行って使おうかなと思ってるので、今日は控えめに本当に2つかな、はい、買い物してきただけなんですけど紹介したいと思います。はい、ではまずキティちゃんじゃないものからね紹介します。これ靴下なんですけど、パンプス履くときに私が使ってる靴下です。で以前買ってみてですね、すごく良かったので、はい、購入しました。私足の大きさが 24.5 だいたいそれぐらいですねあるので、こちらのですね市販で売られてる普通の M サイズのものだときつくて履けないんですね。かかとに食い込んでしまって長時間履いていられないので、 L サイズというものをね見つけて買ってみたらすごく良かったので、これはリピートですね。ワコールから出てるものになります。はい、まあだいたいデパートとかだと1000円ちょっとぐらいで売ってるんですけど、これは840円ですね。はい、まあ、200円ばかし安くて、なおかつ、まあ、しっかりしているのでいいかなと思います。はい、まあ、黒色を私は使うんですけど、まあ、ベージュとブラックとねあります。はい、まあ、ちょっと一般的にね3足1000円とかで買い物してる人には高く感じると思うんですけど、何しろ3足1000円のものだと私は足のサイズが合わないので、
はい、こちらを使ってますね。はい、余談なんですけど一応おすすめなのでお見せしました。はい、うん、よいしょすいませんね、ちょっと喉の調子が、うん、あとですね、今お手紙をいただいてお返事をしていない方にまたちょっとお返事をしようかなと思ってるんですけど、我が家にあるグッズがもうほとんどお譲りするようなものがなくてですね、そこをついているので、またですねピューロランドの写真を、はい、今度は第2弾ですね、印刷してきたので少し紹介したいと思います。まあ分割のものに今回もしましたね、なるべく多くのショットをお届けしたいなと思ったので、はい、ちょっと純不動なんですけどこんな感じとか、これはちょっと最近ダニエルの気になる方に送りたいと思います。はい、ダニエルショットですね、これは全部、はい、かっこいいです。これはキティちゃんとお写真が撮れるところで、ポーズを決めてもらって撮ったものです。あとはね、お気に入りのちょっとアリスキティのところとか、これはいろんなキャラクターがね、これ王様とかね、ちょっと目が死んでて怖いんですけどはい、 お届け物の人に扮したキティちゃんとかも可愛いので、ちょっとショットとしては微妙なんですがお気に入りなので入れました。はい、まあ、こんな感じでこれをね、まあ本当に 2,3 枚、うん、3,4 枚ぐらいの本当に選んだものだけになってしまうんですが、お返事の時に入れたいと思います。シカコさんとか、あとずっと送るって言ってて送れてないコケチさんとか、本当にすみません。ね、書きます手紙。ごめんなさい、本当遅れちゃってて。これ届くの楽しみにしておいていただけたらと思いますね。ちょっとお手紙などに関しては後ほどお知らせがあるので、最後にお話ししますね。すいません、くしゃみ出ました。言わなくてもわかりますね。はい、では、今日の購入品ですね、いきたいと思います。購入品ね、買ったら、購入品って買ったから購入品なんですけど、はい、おまけ、まあおまけはこちらっていうのは知ってたんですけど、これね、私初めてゲットしました。キャラクターがいっぱい載ってる、はい、シールですね。いつもキティちゃんだけとか、マイメロちゃんだけとか、キキララちゃんだけっていう、その一つのキャラクターだけのシールだったんですよ。はい、で今回、ね、こんなにいっぱい載ってて可愛いと思って、はい、まあ、結構このシールも粘着力がある限り私シール帳に集めてるんですけど、まあどうするってわけじゃないんですが、ただ集めてるだけなんですけど、こちらもね大切に取っておこうかなと思います。可愛いですよね。いやー、なんかこのヒキララの髪の色結構好きで、ピンクとブルーがまあ通常というかね、ですけど、この色合いもなんか外人さんっぽくて好きですね、結構。はい、可愛いなって思います。どうしようかな、飾れるかな、というか見えてないですよね。少し下ろします。はい、また可愛くないキーボードのところになっちゃうんですけど、はい、こんな感じですかね。で、まあ遅れながら、100キャラのねマスキングテープやっと買ってきました。これ買おうか買わないか、まあ、正直悩んでて、買おうかなと今日ちょっと悩んでですね、まあ、1050円以上買えばキティちゃんに1票投票できるっていう、そのそれのためだけに、まあ、買ってきたようなものなんですけど、はい、やっぱり買ってきました。悩んで悩んで、シカ子さんからいただいたね、お譲り品のところに貼ってあって、やっぱりすごく可愛かったんですよ。特にこのいちごマンのところとかね。あー、メルちゃんがいる、可愛いいいですね。ここに反対側にもダニエルがいますね。
ね、ちょっと実物貼ってあるの見たら可愛すぎてですね、やっぱり買おうって思って、はい、買ってきましたね。皆さんからちょっと貼ってあるものをこう、私マスキングテープとかできる限り取っておく派なんですけど、そういうのをね、お裾分けしていただいたような感じで、それで満足しようか悩んでたんですが、やっぱりね、欲しいなら買うべきかなと思って買っちゃいましたね。まあ可愛いので皆さんにお手紙送るときにでもね、使っていきたいなーなんて思います。はい、そういえば先日ね、いただいたシカ子さんからのものはこちらですね。ちょっと粘着力が弱くなっちゃったので剥がれ気味なんですけど、こんな感じで、はい、こっちにもできる限り剥がしてコレクションしてます。本当にありがとうございます。本当に小さい頃から、まあ、女の子って一般的にそうかもしれないんですけど、シールって集めるの楽しいですよね。シール帳本当に大好きで、まあ貼っちゃいけないようなとこにも貼って母親にいっぱい怒られたんですけど、でもまあ親曰く女の子らしいなという感じではあったみたいですね。いろんなとこに貼ってデザインしてみたいな。はい、で次、皆さんがね、キララちゃんだったかな、すごく可愛いシール購入されてたりして、動画を見てですね、いいなと思って、キティちゃんのもあるのかなと思いつつお店に行ったんですけど、その購入されてるキキララちゃんも見当たらずで、まあもちろんキティちゃんのその同じ種類も見当たらずで、まあ何も買わないのもなんとなく嫌だったので、違うシールを買ってきました。はい、ちょっと今度クエスティーナに行った時にでも購入されてたもののシールを探してきたいと思うんですけど、ちょっとね違うんですが、ぷっくりしてて可愛かったのでこれ買ってきました。はい、でいいなって思ったところが、この下上半分以上ですけど、キティちゃんなんですけど、その下半分がまあ見ての通りファミリーとかフレンズとかなんですよ。でまあぶっちゃけここ気づかないで買ったんですけど、この上のねところがなんかほんわかしてていいなと思って、パパ、ママ、おじいちゃん、おばあちゃん、ヤギの郵便屋さんとかって書いてあって、あ、これは買わなくちゃと思ったんですよ。はい、すごい可愛いなって思いました。これはすいません、私が知らなかっただけで、ずいぶん前から発売されてたものなんですかね。ちょっと知らないんですけど、今日見て一目惚れして、はい、まあ、購入目的のものはなかったんですが、こちらを買えたので、ね、よかったかなと思います。はい。ちょっと後ろに置こうかな。で、ちょっとね、私が最近皆さんから届けてじゃない、皆さんから届いた郵便物ばかりをね紹介していたのもあってか、私がその郵便物のトレードとかをメインでやってる YouTuber っていう風に勘違いされているのかわからないんですけど、すごくトレードしてほしいとか文通しましょうとかっていう言葉を第一声にいただいたりするんですね。ずっとコメントしてくださってる方ではなくて、突然文通したいですとかっていう風に、もちろんありがたいんですけど、すごいそういうお声をたくさんいただくようになりました。はい、ただですね、私まあ年齢も年齢でして、お若い方とお話がものすごく合わないような気がして文通してもね、楽しんでいただけるのかっていう自信がまずこちらにないんですね。でお気持ちは大変嬉しいですし、これを送りたいんですけどっていうことを第一声に言っていただくのもありがたいんですが、私のこともね、あまりご存知でないでしょうし、私も突然これ送りたいんで住所教えてくださいって言われて、
教えるのはちょっと抵抗があるんですね。で、やんわり、お断りというかですね、とりあえず私としてはたくさん絡んでいただいて、お友達になってからやり取りっていうのを考えてるんです。はい。もちろん手紙での自己紹介とか大変嬉しいんですけど、お互いのことを何も知らないのに突然ね、手紙交換しましょうっていう風になるのはちょっと難しいなと思います。はい。絶対にできないって言ってるんじゃないんですね。ただ、私の今の現状をご存知の方だったらわかると思うんですけど、私あと1ヶ月ちょっとしたら皆さんと連絡が一時取れなくなると思います。なので文通というやり取りがおそらく1往復して終わっちゃうんじゃないかなと思うんですね。なのでその単発でのやり取りではなくて、やはりやるならやるで仲良くずっとやっていきたいなって私は思っているので、そこをねご理解いただけたら嬉しいなと思っております。はい。なのでやり取りしたくないっていう意味でお断り してるわけではないので、そのあたりはねちょっと心の内を察していただけたらななんて思うんですけれども、はい。もちろん今までたくさん絡んでくださってる方で、やっとなんかやり取りできるような気がするからっていうことで声をかけてくださる方とかは嬉しいんですけど、なんか言ってることめちゃくちゃなんですがすみません。ただ実際ですね、住所教えて先送り私お願いしてるんですね、文通の方。初めの頃はそうしてなかったんですけど、今は私からではなくて、とりあえずあちらから自己紹介とかを兼ねて手紙を送っていただきたいと思っているんですけど、住所教えてもですね、結局 2ヶ月3ヶ月って送られてきてない方が、2、3名実はいるんですよ。そうすると私の情報を教えただけで結局何も進展せず終わってしまっているので、そういうこともあってですね、こちらは結構慎重に今なってます。はい。お声かけは大変嬉しいんですけど、ちょっとそういう問題がですねあるので、 100% の信頼を置いてやり取りするっていうところまでいけてないんですよ。なのでね、今から私とやり取りしたいって思ってくださってる方がいたとしたら、ちょっとそのあたりをねよく考えた上でお声をおかけしていただきたいななんて思います。はい。すみませんね、本当に私のこと大好きですって言ってくださる方がいるのがすごく私は嬉しくて、声、ブログ見ればなんとなく顔とかわかると思うんですけど、でもほとんど声で一方的に私が発信しているだけの動画なのに、それを見てねチャンネル登録してくださって楽しんでくださってる方がいるっていうのはすごく嬉しいんですけど、ちょっと一歩踏み込んだね文通とかそういうところになるとまたちょっと違ってくるので、そのあたりはね分かっていただけたらななんて思います。はい。でもね、皆さん変わらずコメントとかメッセージとか仲良くしていただけたら大変嬉しいです。はい。ではですね、本日は一応、そんなところで終わっていきたいなと思います。明日は私久しぶり2週間ぶりの妊婦検診なので、またですね時間があればエコー写真とかねそういう話もしていけたらななんて思いますね。はい。では本日以上で終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。